はい。ということで、今日はこのマルクスの基本定理のお話をしたいと思うんですけれども、もともとこの定理自体は、世の中に、N 種類の、商品がありますよと。そういうことで、証明されてます。で、なので、これは、N 本の式を書くっていうことになりますから、まあ、要は一般的な、漢字に、それを解くために、行列とかベクトルとか、そういうのを使って、解いてます。だけれども、行列とかベクトルとかって、まあ、今、高校では習ってないという話も聞いてましてですね、私の大学なんかでは、経済学部って一応、文系ということになってますので、高校時代、数学を一つもせずに入ってきた人とか、実質的には存在するという、授業が成り立たなくなります。で、じゃあどうするかっていう話なんですが、実は師匠の師匠の方が、蓄積論という本を書いてるんです。これ、筑摩書房から出ている本なんですが、この蓄積論という本、師匠の師匠はですね、これは一般向けの本のつもりで書いてます。社会を変える、変革することを訴えかけている本なんですが、この本、一般向けのつもりなんで、牧師匠さんはですね、行列とかベクトルとかはもちろん、使うことはできないという、当然思ってて、どうしてるかというと、世の中に2種類しか財がありませんと。生産手段と消費財という2種類しか財がありませんという、こういう想定を置いて、そして、日本の連立方程式ですね。それで議論をしているわけです。で、とりあえず、牧師匠がこの蓄積論でやった証明を、ここではお見せしたいと思います。で、まず、それで、マルクスの基本定理というものの威力っていうかね、どんなものかっていうことをまず体験していただきたいと、いうことで、今日は、まずそれをお見せします。二部門モデルっていうのは、ここにおいてはですね、単にその、二部門に集計しますというだけではなくて、世の中に、財というものがね、生産物というものが、その2種類しかないというふうに、世の中を抽象して考えているというふうに考えていただくといいかと思います。で、どんなふうに考えているかというと、世の中にまず生産手段部門というのがあります、ね。生産手段部門というのがあって、で、消費財部門というのがあります。そして、労働というものが存在しますよと。こういう、やり取りされるものがこの3種類ありますっていう、こういう前提を置いてます。生産手段の定義って何ですか？すいませんね。はい、生産手段の定義というのは生産をするために、使う、ものということですね。例えば、小麦部門とパン部門がありますよと。世の中そんだけしかありません。で、はい、小麦部門が生産手段ですと。消費財っていうのは、例えばそのベルトコンベアで作られた自動車ってのは、消費財っていう理解していいんですか？はい、そうですね。そして、生産手段を一単位生産する。生産手段を一単位生産しようとすると、なんか使うっていうことですね。そうせんと生産はできませんということで、何を投入せないかんかというと、一つは生産手段を投入せないかんですよということですね。で、生産手段を一単位生産するために、生産手段を何本か投入せないかん。その何もか投入せないかん量をですね、A1 と書きましょうと。それから生産手段を一旦生産するためには、さらに労働というものを投入しなければいけません。その労働の投入量ですが、これを、タウ1と書きましょうと。ギリシャ文字です、これタウって。オキシオの蓄積論で使っている、記号ですけれども、生産手段を一旦生産するためには、生産手段自身を A1 単位に投入して、労働をタウ1、投入しますと。次に消費財ですが、消費財を1単位生産する。消費財を1単位生産するには、生産手段が必要です。生産手段を A2 単位に投入します。そして、労働をタウに投入します。こういう、想定をしましょうということです。さらに、もう一つ、これ資本主義経済ですので、労働者は、資本家のもとに働いてですね、賃金をもらいますと。で、その賃金をもらって、その賃金で消費財を買いますということで、労働1単位提供したら、その見返りで賃金がもらえて、その賃金で消費財を、ラージアール。これ、リアルウェイジレートで、実質賃金ですが、その、ラージアールの、消費財を、入手できますよと。こういう想定をしましょう。
ということですね。まあ、ここで、だから全体として前提されているのは、まず、世の中には生産手段と消費財という2種類だけ財がありますよということと、生産手段は一気で消耗しますという。一番わかりやすいのはパンを作るために小麦粉を使いますっていう、その小麦粉みたいなものです。生産するために、それを生産するための生産手段は一遍になくなりますという想定をしましょう。まあだから機械とか工場みたいに、ある程度の期間ずっと、存在し続けるという、まあそういう想定ではありませんということなんですが、まあこれは別の想定をして、例えば期間として、例えば10年ぐらいの長い期間を取ってると。いうふうに考えてもらえばね、機械とか工場だってその間に消耗してなくなるということですね。そう考えてもらえば、パンを作る時の小麦と同じでありまして、消耗すると。まあ、そういうもんだというふうに見なしてください。生産するために、一旦生産するのに A1、消耗して、それでなくなっちゃうということですね。そういう生産手段であるというふうに想定します。で、それからもう一つ、労働は一種類という想定をいたします。あと、細かく言うとですね、生産手段と消費財、生産期間が一致しているということですね。これもまあ、別にその生産期間の取り方として、消費財としてね、100万単位生産するのを1期間と取ってるんだというふうに、まあ見てもらって、全部同じ期間ですよというふうに揃えているというふうにすればですね、別にずれてたとしても1期間に揃えるというふうに見なすことはできるんで、あまり大した想定じゃないかもしれませんが、とりあえず期間は一致してますというふうに、まあ、最初からね、例えば年の初めに投入して、年の終わりに生まれますとか、月の初めに投入して、月の終わりに生産がなされますみたいに、まあ想定しておくと考えやすいということなんで、まあそういうふうに想定しておきましょう。ということですね。今言ったように、この想定というのは外したとしても別に今からする証明が成り立たないという、そういう性質のものではないんですが、まあ、考えやすくなるのでそう考えてくださいということです。ということで、こういう想定のもので、話を見ていきましょうということになります。すいません。はい。生産手段というのはそのパンの小麦粉で、消費財というのはパンそのものですか？パンそのものとか。まあそんなイメージです、ね。ありがとうございます。まあ今非常に抽象的な話をしているので、まあそういう具体的な実例とはちょっとだいぶ、離れて考えていただければいいんですけれども、はい、そういうことで、話をしていきますけれども、利潤って何ですかっていうことがまず考えないわけで、利潤って儲けですっていう話なんですが、儲けという日本語はいろんな意味で使われますね。待ち儲けとかっていうお話がありますけれども、なんか農夫が木の根っこのところでこう、休んでたら、その木の根っこのところにウサギが飛んでてですね、その木の根っこにつまずいて転げて死んじゃったと。で、儲かった儲かったと思って、そのウサギを持って帰って食事にすると、いうような話があります。利潤の儲けかっていうと、まあそうじゃないですよ。一応利潤の時の儲けっていうのは、まあ一応お金になる、まあそういうイメージがあります。ということなので、貨幣じゃないといけないと、いうことで、松病家のウサギじゃダメですよっていう話ですね。で、貨幣としての儲けっていうことは、要はそれは、商品生産社会であるということであります。商品生産社会っていうのは何かっていうと、正確に言うとですね、社会的分業と生産手段の私的所有がある社会というふうに言われますけれども、要するに社会的分業ということはどういうことかというと、昔のお百姓さんが百姓という名前はそういうことで、百のことができるっていうことですよね。何もかも自分に必要なことを自分で作ってしまうという、そういう自給自足をしているという、そういうことではないんですよということです。靴屋さんは靴ばっかり作ってると、パン屋さんはパンばっかり作ってる、旗織りは旗織りばっかりしているというふうに、世の中全体で、まあ必要なことをですね、分担し合ってて、それで世の中が成り立ってるという、まあそれが社会的分業ということです。で、さらにそれにプラスして、生産手段の私的所有と。まあ生産手段の私的所有って何ですかっていうことも、まあいろんな意味があるんですが、私の考えでは、自分の、まあ、生産するために必要なもので、土地でも、旗織りの機械でもいいですが、そういうものをどう運用するのか、ね、それをどう利用するのかっていうのが、その人に任されていて、外から口出しがされないと。で、それで、どんだけ作ればいいか、みたいな話が、わかんないということですね。世の中全体で旗織りは旗をばっかり織ってるんですが、その、布がですね、世の中にどんだけ必要とされてるかわかんない。で、作った後で、それが交換されることによって、初めて、それがこんだけ世の中に必要だったということがわかると。それが、商品生産社会というのの、特徴であると
いうことです。で、商品生産社会というものができると、結局そういうあのことをですね、仲立ちするっていうか、まあ、わかるようにするために、その貨幣というものが必ず出てくるんですよということになる。で、それで、貨幣を獲得するということが生産の目的になりますということですね。貨幣を儲けようというのが、まあ、あの、利潤であると。まずは、まあ、そう言えるんだけども、じゃあ、それで、何でもその利潤なんかということなんですね。まあ、普通なんか物を売って、そのお金がもらえたら、なんか儲かった、儲かったっていう感じになりますけれども。私が、大学院生の頃、まあ、大学院の仲間たちと一緒に、まあ、学祭とかね、模擬店を出すわけですよ。すごい売り上げになって。で、それでそれをですね、一晩で飲んでしまうわけですね。朝気がついてみたらですね、大変だっていう話ですね。その原材料とか、ね、使ったコストがあります。それを、飲んでしまってはいけないわけですね。で、いうことなんで、儲けっていう時には、売り上げがあったらですね、その売り上げから、生産手段の投入費用を引かなければいけません。じゃあ、売上から生産手段の投入費用を引いたという。これが利潤ですかっていう話になりますが、実はこれは利潤じゃないんですね。これは、所得というふうに呼ばれますね。で、世の中には、もしかしたら、この所得というものを最大化するということを目的にして、生産が行われる社会もあるかもしれません。例えば、世の中全体が自営業者でできていると。そういう世の中って考えられないことではないということですね。商品生産社会なんだけれども、みんな自営業者です。いわゆる単純商品生産社会と、言われますが、実際にそんな世の中が歴史的に存在しているかどうかっていうのは、いろいろ議論があって存在してないというふうに言うのが正解だと思いますが、近似的には、アメリカ合衆国が建国したばっかりの、その、大草原の小さな家みたいな、その世界はだいぶ近かったかもしれませんが、まあそういう、全員が自営業者の、でできている世界だったら、彼らは、売上から生産手段の投入費を引いた残り所得を目指してですね、これを最大にするように生産を行っているかもしれません。あるいは、将来的にですね、労働者の、従業員たちが民主的に協議して運営している、そういう企業がメジャーな社会、そういう社会がやってきて、しかしそれは商品生産で売り買いしてるんですよ、という社会ではやはり同じように、売上から生産手段の投入費用を用いた所得を追求して生産が行われるかもしれません。しかし、資本主義経済はそうはなってないということですね。こっからさらにですね、引き算をするわけですね。何を引き算するかというと、それは人件費、賃金費用ですね。で、この賃金を引いたものが初めてこれが利潤と言われるわけです。そうであるということは、この利潤を追求して、利潤をなるべく大きくするということを目指すという社会においてはですね、この賃金というのはコストになっているというね、これ費用であると。費用ということはどういうことかというと、これはなるべく小さくなる方がいいんだということですね。これは目的ではないと。目的はこの利潤である。歴史的に存在していたどんな社会でもこんな社会なのかというとそうではなくて、ある、ある特定の、なんというか特殊な社会だということですね。で、それは、どういうことかというと、この賃金というのはこの労働者に行くわけなんですが、この働いている労働者というのは、利潤を大きくしようという、こういう目的で生産決定を行っている、この決定をしている人たちからは排除されていると。いうことですね。まあ、これは、まあ、いわゆる、資本論の中では資本家ということになります。で、この資本家の人たちっていうのが、独占的に、こう、労働者から口出しされることなく、生産に関する、意思決定を行ってますという、こういう社会において初めて利潤というものが、目的になってくるということになるわけですね。したがって、こういう社会は、まあ、商品生産社会であるということが、まず、前提の一つにはあるんだけども、それに加えて、世の中が決定する人と決定される人ですね、分かれているということです。で、ということで、まあ、これは、支配するものと支配されるものですね。世の中が分かれている。階級社会である。この商品生産社会という特徴と、階級社会であるという特徴と、これが、交わったところですね。これが、資本主義経済。資本制社会ですね。資本主義の、経済体制であるということになります。で、もちろん、階級社会には商品生産社会じゃない社会もたくさんあるわけですね。古代奴隷制とかですね。これもどれだけ商品生産社会がなかったかっていうのを、疑問なんですが、一応、まあ、理念系としては、そういうことですね。
あるいは封建制。封建制も、まあ、随分、商品生産があった時代もありましたけれども、一応理念系としては、その封建制とか奴隷制とかっていうのが、実は商品生産じゃない。一方で、商品生産でも階級社会じゃないというのは、まあ、例えばさっき言った単純商品生産社会ではね、というのは考えられますけれども、この二つが交わったところが、資本主義ですよ、ということになります。で、従って今、利潤が存在しますということを前提として、その利潤が存在しているのはどういう条件のもとで存在しているんでしょうかということを今、見ようとしているわけなんですが、この、利潤が存在しているということを前提するということは、資本制経済を、前提しているんだということですね。資本制経済というのは圧倒的多数の人たちというのは労働者。労働者は生産の決定から排除されていますよと。つまり生産手段を使うということに関して、それを自分で決めることはできませんと。まあ、これは要するに生産手段を持たないということですね。その一方で、資本家というのがいて、この資本家は生産手段を持っていますと。生産に関する決定を行う人たちである。では、生産手段を持たない、生産に関する決定ができない労働者。ほっといたら、垂れ死にするしかないわけでありまして、じゃあどうやって生きているか。資本家にですね、雇われるという。労働力を売るというですね。労働力を売って、賃金をもらえますよと。という資本賃金労働関係ですね。で、この生産関係が成り立っていると。まあ、それが、資本制経済というものの特徴ですよと。いうことになるわけです。で、そういうことを前提としたときに、先ほどの、二部門モデルですが、二部門モデルで、どのように、この事態を表すことができるか、ということですね。